はい、どうも矢沢です。2019年一発目の動画はこれ、シャッター音についてです。明けましておめでとうございます。年も明けたのでこのチャンネルの説明を簡単にさせていただきたいんですけれども、2018年11月に立ち上げましてちょうど2ヶ月、40本動画を、上げていますけれども、まあ、認知度はまだまだという感じです。私自身はですね、31歳の時に脱サラをして、それからフリーのカメラマンとして20年間やってるんですけれども、まあ、主な被写体はレースクイーン、グラビアアイドル、ここ10年ぐらいはファッションショーとか、バンド系のライブステージ、あと時々舞台なども撮っております。ここからが本題になるんですが、昨年2018年は、ミラーレス元年と言ってもいいくらい、各メーカーさんからいろんな機種が出まして、で私もね、この、ソニーの α9 を3月に2台購入してミラーレスデビューをしたんですけれども、こちらね、ニコンの D5 従来の一眼レフと呼ばれるカメラなんですけれども、まあ、こちらのミラーレスの方が後から開発されただけあって、魅力的な機能がたくさん搭載されています。中でもですね、私が非常に惹かれたのがですね、サイレントモードというシャッター音を完全に消せる機能です。じゃあどういう時にシャッター音を消したいかと言いますと、まあ、自分の仕事の場合で言いますと、音楽系のライブステージ、特に弾き語りやバラードの時ですね、舞台の撮影で言いますとシリアスな場面、皆さんがね、固唾を飲んで見守っている時に脇でカシャッという音は非常に耳障りに響いてしまいます。中にはね、お構いなしに撮っているようなカメラマンもいるんですけれども、自分はそういったお客さんが入る、お金を払って見に来ていらっしゃる方がいる現場に関しては、まあ、オフィシャルなカメラマンであろうと取材カメラであろうと黒子に徹するべきだと思っているので、シャッター音はもちろんのこと、服装も、まあ、せめて上半身は黒ですね。あとは、客席に入る場合も、視界を遮らないように、心がけています。でミラーレスカメラが出る前はどうしていたかと言いますと、この一眼レフのシャッター音を消すためにサイレンサーというものを使っていました。イメージしにくいと思うので一回写真出しますけれども、まあ、こんな感じなんですよ。でこれはですね、ニコンのプロサービスの会員のみに販売されたものでして、当時3万円以上したかな。写真で見るよりもですね、かなりかさばる、大きいんですよ。キャッチャーミットより大きいぐらいですね。その中にこの一眼レフを入れて、脇から腕を入れて撮るみたいな感じなんですけども、今思うとかなりアナログですよね。物理的に音を消すって感じなんですけども、でも完全には消えないです。半分ぐらいの音量には抑えられるんですけれども、完全には消せないのと、かなりかさばるのと、見た目が相当怪しくなるのとっていうところで、まあ、結果的に買ったはいいんですけど、あんまり使わないまんま、ヤフオクで売ってしまいました。まあ、そんな経験があるとですね、やっぱりこのミラーレス、完全に音が消せるっていうのは本当にありがたい機能でした。とはいえ、シャッター音が小さい、完全に消せるということが全ての場面においてプラスに働くとは限らないんですよね。でマイナスに転んでしまった例としては、昨年のゴールデンウィーク、富士スピードウェイでスーパー GT 第2戦というレースがありまして、でそこでレースクイーンを撮影した時でした。でうちの取材方法としては、各チームさんに個別に時間をいただいて、一人一人レフ板を当てて取り下ろすという、まあ割と丁寧な取材をしているんですけれども、そういった時にですね、必須になってくるのはシャッター音なわけですよ。で彼女たちもプロフェッショナルなので、いちいちこちらがね、指示を出さなくてもカシャッカシャッという音に合わせてポージングを変えてくれるので、今までそういうやり方でやってきたんですけれども、でミラーレスをね、投入したことによって、そのシャッター音が小さいがゆえに相手に届かないんですよね。でこれも一応メカシャッターというモードにすると、シャッター音が出るんですけど、まあ、一応ちょっと聞いてみましょうか。これメカシャッターです。このぐらいで、こっち一覧です。ね、かなり、音量も音質も違う感じですけれども、でこちらの一眼レフの音量というかね、シャッター音ですと、レース中でも一応先方にはね、レースクイーンの子には届くんですが、メカシャッターだとやっぱり小さいがゆえにレース中は特に届かないんですよね。まあ、サーキットに行かれた方はお分かりだと思うんですけれども、もうかなりね、爆音で、マシンが走ってる中ですと、もうこの辺の至近距離でも会話ができないくらいなので、まあ、私としてはね、かなり読みが甘かったなというところで猛省しているところなんですけれども、で途中で、シャッター音に合わせて、私もはいはいって声を出したりもしたんですけれども、まあ、人数がね、やっぱり2日間で150人から60人を取るので、まあ、全てにおいてそんな対応もできないですし、結局ね、上がった写真なんかも、捨て駒がかなりあって、自分的にはかなり、反省する取材でしたね。なん
かそういった経験をするとね、必ずしもシャッター音が静かなことが全てにおいてベストではないなと。例えるならそうですね、昔ハイブリッドカーが普及し始めた時に、それまではね、車の音って騒音がうるさいからハイブリッドの方が静かになっていいんじゃないかなって思ったところが、静かすぎてね、逆に後ろから車が来ても気づかなくて危険だなんていうね、別の問題が起きてきたのにちょっと似てるかなと思ったりもするんですけれども、まあその辺はですね、やっぱり場面場面において使い分けていくしかないかなと思ってます。で、来週は、千葉の幕張メッセで東京オートサロンというものがありますけれども、そこでまたレースクイーンやコンパニオンを撮影してくるんですが、まあ、今回はね、こちらのね、一眼レフを持っていって、まあ、相当重たいんで、できればミラーレスの方がいいんですけれども、こちらで対応していきたいと思っております。まあ、そちらの方の記事はね、まあ、来週、再来週になってしまうかもしれないんですけど、できる限りこちらの YouTube でも流していきたいと思いますので、この機会にチャンネル登録やグッドボタンなどお願いできれば幸いでございます。以上、新年一発目の動画でした。以上、山田でした。